昨日、通告期間初日に打ち上げられた北朝鮮の衛星ロケット。北朝鮮からミサイルが発射されたものとみられます。緊張を感じさせる J アラートが鳴り響き、多くの県民が不安な朝を迎えました。政府がこの日のために用意していたものがあります。航空自衛隊宮古島分屯基地の上空です。アンテナ車や電源車が並べられ着々と準備が進んでいます。北朝鮮の衛星に対し政府はおよそ1ヶ月前から日本国内への部品の落下などに備えるとして迎撃ミサイル PAC-3 部隊を沖縄本島のほか南西諸島の島々に配備、万が一に備えて迎撃態勢を取るはずでした。台風2号が接近していた昨日、北朝鮮が通告した打ち上げ予告期間の初日です。現在 PAC-3 が展開されている様子はありません。防衛省関係者によりますと、昨日宮古島と石垣島、与那国島の自衛隊基地に配備した PAC-3 の発射機は台風2号の強風の影響で立ち上げることができなかったそうです。結局、自衛隊が昨日迎撃態勢を取れたのは、那覇、石垣、宮古、与那国のうち、台風の影響を受けなかった那覇のみでした。PAC-3 の配備に批判的だった県幹部は、本気で落下物を想定した部隊展開ではなかったのでは？自民党関係者からも、住民の命を守ると言っておきながら通告期日初日から展開できなかったことは致命的だ。こうした対応について防衛ジャーナリストの半田茂さんはこう指摘します。防衛省にとって今回こう、台風が来たことによって何を一番大事に考えているかと、自分たちが持っているPAC-3が壊れないようにすることこそが大事であって、それぞれの島民の被害が食い止めることが大事というのは二の次なんだなということがもう図らずも露呈したなというふうに思いますね。即応態勢が取れなかったPAC-3について防衛ジャーナリストの半田茂さんは防衛省の考えをこう分析します。実際に北朝鮮の人工衛星が南西諸島の島の上に落ちてくる危険性とこう測りにかけた結果、どちらが蓋然性が高いかというと台風で倒れる方が可能性は大きいし、そうなったら取り返しつかないからやめましょうということでやめてるわけですよね。また半田さんは韓国による衛星の打ち上げを例に政府の警戒態勢についてこう指摘します。韓国も全く同じようなルートで、南西諸島の上空を通るルートで人工衛星を複数回打ち上げていて、でこの韓国の衛星に対して一度も破壊措置関連の命令が出なくて、北朝鮮に対しては毎回出すというのはことさらに北朝鮮を危険視をしていて、そのために防衛力強化が必要なんですと、南西諸島の防衛力強化が必要なんですよというふうに、この県民の考えをね、人々の考えを誘導する意図があるんではないかなというふうにこう疑いたくなるわけです。